はい、どうもマグマグマグロンと申します。はい、ただいま2月24日水曜日、先ほどお知らせを読んだところです。この動画が更新されるのは一体いつなんでしょうか。3月のいつなんでしょうか。わかりませんけれども、無料140連やっていきたいと思います。はい、1日1回10連無料いきます。ちょっとね、前半戦ひどかったからね、ちょっと後半戦はお願いしますよ。本当にね。はい、というわけで本来はね、サッカー情報とともに行きたいんですが、今回はやはりサカツクのね、新しいのが来たので、やっぱりリバプールの話になるんじゃないでしょうか。残念ながら今リバプールがね、ちょっとなんかね、落ち目っていうわけではないと思うんですよ。こんなんでね、クロップ監督の首は変わりませんけれども、それでもね、ちょっとね、やっぱりシティとの戦いで遅れを取っておりますよね。シティが今13連勝とかやっちゃってるんでね。で、リバプールもね、そういうのについてこれるチームなんでね。まあ、そうは言ってもさ、やっぱり、センターバック全滅とかさ、ちょっと仕打ちがひどいよね。さすがのリバプールもかわいそうになるわ、本当にね。だからね、なかなかね、そういう意味ではね、あれだけ怪我人が出て、ようやっと他のチームと同じぐらいの成績っていうのがちょっと悔しいところではありますけれどもね。やっぱりね、おっと待ってくれ、待ってくれ、これは来たんじゃないですか。世界屈指ですよ。ディフェンシブミッドフィルダー誰だっけ。稲村瑞樹は今回初引き。あんまり嬉しくなーい。失礼。そうかそうか。なんだな、聞いてなかったの。あ、でも俺ね、どっちかというとね、川本欲しい。あ、鬼重もいいんだけど、キーパーの方も。まあ、できればね、自力ごたつはもう正直諦めてるんでね、全員引きたいっすね。うん。それはそれとして楽しみたいもん。だから全員来てください。お願いします。でも、凸アイテム使ってまでごとつしたくないからな。なんかさらっと足し合おうかな。一つ二つで。もったいないかな。いや、まあでも別にもったいまりないな。はい、というわけで、今回、一発目で稲村瑞樹引きました。また明日まで。加藤、後半戦こそは引きますよ。はい、ただいま2月25日分のサカツクやっていきたいと思います。はい、もうサクサクいきますよ。はい、一発目。今回はやっぱりあれですね、後半戦はやっぱりいいんじゃないですか。はい、ロゼイは何体目だ。これで3体目ぐらいかな。まあ、誰かしらね、おっと一匹狼だけど違うか。まあ残念、普通ウォルコット一匹狼だったの、なんかかわいそう。はい、というわけでね、先ほど今ね、ちょっとチラッと映ったかもしれませんけど、まだね、GB が1万8000ありますよね。なんとかね、50連引くことはできそうですが、いやー、リバプールガチャどうしよっかなー。まだ悩んでるの。やっぱね、ジェラードは欲しいのよ。応援はね、まあ別にいいかな。ジェラードは欲しいよ。もう、サカツクの能力とかさ、そういう強さとかそういうのじゃないのよ。いいのよ、ジェラードは好きな選手よ。おっと、こっちも来た。ジャパニーズダイナモ。稲村ですか、また。この間、初引きだったんですが。ああ、これ2体目になりましたね。というわけで、珍しい。今回は2体出ましたよ。いや、後半戦は本当に好調ですね。前半戦は一体何だったんでしょうかね。正直、前半の140連やっただけで、正直、自力ごとつの夢はもうないなって、正直思ってました。さあ、もしかしてごとつあるんでしょうか、サカツクスターズ。そして今日はサッカーのネタを仕入れてこなかった。はい、というわけでね、ネタがなかったわけですね、本当に。ネタがない時に弾いてくれるっていいね。というわけで、また明日まで。ガトー。明日こそは何か仕入れておこう。はい、というわけで、今回は2月26日のサカツクやっていきたいと思います。はい、じゃあすぐやる。はい、すぐやる。
はい、というわけでね、今回ねお伝えしたい内容はヨーロッパリーグベンフィカ対アーセナルになるんですけれども、まだ見てないの本当はね、今日帰ってきてからね、見ようと思ってたんですけど、ちょっとね別のゲームをまたライブ実況しようかなって思ってたんで、ちょっとその準備に追われて今その直前でございます。忘れてたんで、サカツクだけ先に引いてから動画撮影しようかなっていうことなので、ただいま変なギャングのゲームをこれからやる直前に今大慌てでサカツク引いております。でね、試合の結果の方はね、もう知っちゃってるんで、どうやらね敗退の危機にあったようですね、アーセナルは。いやー、危なっかしいことしてますね、本当に終了間際にね、オバミアンが決めなかったら負けてたそうなんですよね。アウェーゴール倍のルールで負けになっちゃうというところだったんで、前回ね1点取ってよかったななんて思ってたんだけど、そんなことはなかったんですね。勝たなきゃいけない試合になってましたね。いや危ない、いや危ない。まあでもね、オバミアンが2ゴールということで、これから復調していただければねいいんでね。まあでも初戦でベンフィカっていう時点でちょっと厳しかった相手なんでね、まあ、よく勝ちましたよ本当。まあ、どんな試合だったのかはね、ちょっと明日見たいなと思います。そして明日もサッカークラブライフを実況したい時間あんのかな。さあ、サカツクの方は順調に星5引いてくださいよ。ちょっと今回調子良かったはずなんだけどな。引かなかった。はい、ということでまた明日まで。カット。まあ、後半戦は大丈夫だと思うんだけどな。はい、今回もサカツクやっていきたいと思います。今回は2月27土曜日でございます。はい、じゃあスタート。さあ、というわけで今回はちゃんと EL 見終わったところからいきたいと思います。アーセナル対ベンフィカ。いや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 、1ヶ月でねワウワウを解約しなくて済んだっていうことだけでもね良かったですね。1ヶ月でもう明日にもね解約しちゃうんじゃないかっていう感じになってましたからね、危なかったです。それにしてもね、第1レグで、2、3点得点取るチャンスがあったにもかかわらず決められなかったオバメヤンが2点を決めるということでね、返しましたよっていうことでね、現地のメディアではね結構ボロカスに言われていたんでね、これですっきりしたんじゃないでしょうか。まあ、ただね、やっぱり今のアーセナルは本当こう集中力が欠けてるかのようなね、なんかこうボンミスがね多いんですよね。なんかね、今回だったら完全にキーパーに対してバックパスするつもりだったボールを取られて失点とかね、ちょっとそういうのがねいただけないですよね。もう本当大したことないところでね、最終ラインで横パスしたのを取られてとかっていうのもねあるし、もうねちょっとねそういうのがね、もう年間で1回か2回かぐらいのものでしょっていうね、それがもうほぼ毎試合あるんでね、ちょっとこればっかりはねやっぱり減らしていかないとね、まあ、いつまで経っても4位以内になれないですよ本当にこれじゃあね。ただね、 EL はね優勝すればねトリックチャンピオンズリーグ出場があるんでなんとかねそっちの方も目指していきたいと思います。いや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 、まあでもよかったよかった。だからまあ基本的にはね、向こうの直接フリーキックがちょっとかなりの数だったんでね、スーパーゴールとクリアミスで2失点してるわけですからね、ちょっともったいないよねやっぱりね。はい、というわけで今回のガチャももったいないね、結局星5なし。というわけで明日までカット。星5なかなか出ないですなやっぱりな。はい、ただいま2月28日日曜日でございます。はい、今日のサカツクやります。さあ、いきますよ、いきますよ。で、今回のサッカー話いきたいと思いますけれども、まあ今日はやっぱり J2 開幕戦ということにさせていただきたいと思いますね。もう皆さんご存知、マグは東京ヴェルディのサポーターでございます。開幕戦ちょっとまあね自粛中なんでね、やっぱりまだ見に行ってないんですけれども、ダゾーンで観戦させていただきました。試合は3対0で勝利させていただきました。ありがとうございます。
愛媛 FC に勝利。いや今回このサカツクの動画を見てる方にとってみたらね、全くねいらない情報でしたね。ね、だけどねやっぱりね開幕戦勝利は嬉しい。そしてね多分J2 に全く興味がない、 Eリーグに興味がないっていう人でも、もしかしたらねニュースになってるのかな、ヤフーのトップとかに記事が載ってたりするかもしれませんね。今回ね J リーグ最年少記録3番目に若い、15歳の選手が、今回、試合に出たんですね。橋本陸斗という選手なんですけれども、まあ、ヴェルディは過去にね森本でね J リーグ最年少記録をね取ってることがあるんでね、やっぱりね、またしても15歳を出す。15歳っていうと今中学生中3ね、それで試合出ちゃうんだからね、まあ、決定機外したけどね、まあでもあんなねゴール前の決定的なチャンスが来るってのもまたすごい。いやいやいや、多分ねそっちのニュースばっかりになっちゃってるかもしれないですね。まあ、皆さんもねぜひ、名前だけでも覚えておいてください、ね、将来ね久保君みたいになるかもしれないからね。はい、というわけで、星5は引けませんでした。じゃあ明日まで加藤。はい、というわけで3月10日のサカツクやっていきたいと思います。さあここ最近ちょっとなし更新が続いちゃってるんでね、ちょっと今回は引きたいですけども、お願いしますよ。あ、いきなりですね、いきなりですね、こういうもんなんですねこのガチャってね。これはロゼイなのか鬼なのかエレなのか。エレでした。エレは3体かな、まだね。ありがとうございます。でも引いていただけただけでも幸せでございます。ありがとう、ありがとう。はい、というわけで今回のサッカー情報いきたいと思います。やはり、昨日行われたレスターシティ対アーセナルになるんじゃないでしょうか。はい、プレミアリーグ行われました。アーセナルがレスターを相手に1対3、逆転勝利を収めたということでした。本当にね。いや、レスターシティとはね、ちょっと相性がずっと悪くてですね、特にあのフォワードのエースストライカーのジェイミー・バーディーなんですけれども、彼はね、もう1試合に1点ペースぐらいアーセナルに相手に点取ってます。もうアーセナルキラーと言っても過言ではない、そんな選手なんですけれどもね、ちょっとね、最近あの、バーディーゴール決めてないんですよね。まあ、その理由がやっぱりこう、マチソンがね、怪我してるということもあって、こう、配球役がいなくなっちゃったからね。だからね、バーディー一人ではさすがにロングボール行ってこいはやっぱり無理じゃないかな。ちょっとね、あの裏に抜け出したシーンが一個あったんですけど、アーセナルのセンターバックのパブロ・マリっていう選手がね、いるんですけども、あの直線勝負、足の速さでね、負けなかったっていうのでね、あそこがもしね、ダビド・ルイスだったらぶっこ抜かれてたかなとはちょっと思うんですけれどもね。いやー、あれはね、いつものバーディーならあれはやられてたかもしれないね。やっぱちょっとここ最近ね、点取ってないからね。バーディーの方もちょっと、大事にいっちゃったかな。いつもならもっと強引だったかもしれないんですけれども。はい、というわけで、これが、今回はエレゲットしました。3月1日分。さあ、こっからちょっと取り戻して、また引きまくりたいと思います。明日まで、加藤。はい。というわけで今回は3月2日火曜日のサカツク行きたいと思います。さあお願いしますよ、今度こそ出てくださいよ。なんかちょっとね引き悪いよね。どうなのこれ、60連で4体なのか。まあ引きはいいのかな。なんかなしがずっと続いちゃうとそう思わないよね。さて今回も引き続きアーセナルのお話なんですけれども、ね、この間レスターシティとの試合に勝たせていただいたんですけども、その中でね、よくヤフーの、ね、トップニュースの中にも、ね、入ってたんですけどもね、勝った理由の中にそのペペの使い方がちょっと興味深いなと思ったのでちょっと読ませていただきますと、レスターはねちょっと怪我人だらけで、ちょっとサイドバックにねまだ19歳の子が試合に出ていたそうなんですが、そこにねペペをねがっつり当ててったっていうことなんですよね。まあもう弱い者いじめですよね。まあでもそれは戦術上基本中の基本ですよね。
相手がねちょっと弱点かなって思ったところを狙わないなんてそんなことはないですからね。で逆にねアーセナルのペペってそんなにすごいかっていうちょっと今ね、若干、部下よさかにね完全にもうポジションを奪われている状況なんで、ちょっとねペペもね今回活躍しないとまずかったところもあったんで、なんかねそこの持っていき方が良かったのかなと思います。ちょっとねペペもねウィリアムもそうなんですけどね、ちょっと今アーセナルのウィング陣がねちょっと叩かれてるんですよね。なかなか結果が出ないもんでね、だからペペもね今回こういう使い方でうまく結果が出たんでね、もうちょっと自信持ってね1対1勝負仕掛けてもいいんじゃないかなと思います。相手は結局ねファールでしか止められなかったんでね。はい、というわけでねペペもね星5になってもいいかもしれないけどね、その前にサッカーはい、というわけで今回は引かなかったの、また明日までカット。はい、というわけで3月3日水曜日のサカツクフリースカウトやっていきたいと思います。ね、左上をご覧になればわかると思いますが GB が急に3000に減っております。まあそのはねその回のサカツク動画を見ていただければわかると思います。おそらくだいぶ前に、おー来た来たキングエレー、ちょっと待ってよ、だからさっきほらジェラードのところ引かなかったじゃんジェラード引かなかったのになんでここで出てくるんだよ、その 5% 向こうでくれよ。はい、というわけでエレゲット、もうその運をさっきのジェラードのところで出してよねえ本当にキングエレでした。というわけでね、GB が減ってる理由はね、先ほどリバプールガチャ、ジェラードのための50連引かせていただきました。でそれの後すぐに、こちら毎日、1日10連無料の方のスカウトも継続してすぐ引いてるんですけれどもね、がっかりですよまた出るんだ、なんだからもうなんでここで出るんだよ、ここじゃないだろう、さっきのリバプールのところにガッシュ、さっきのところでいいでよ、同じ確率じゃないの、10連で2体も引いてるじゃないの、そしてあんた出なさいよアーノルド出なさいよ、ロバートソンそんな2匹もいらない、2匹だって2匹もいらないんだよ、もう全く嫌になっちゃうよね本当に。3回目も引いたりしないでしょうね本当に。まあでもまあこれはこれで引いてほしいけれどもさ、リバプールの時に引いてよ、ジェラード出なかったじゃないの。もうこの動画をね上げる頃にはそのリバプールガチャもね上がってる頃だと思うんで言ってもいいよね。また出るの？ 10 連で3体も出るじゃんか、もうなんでここで3体出るんだよ、そこリバプールのところで引いてよもう10連で3体も引いたじゃん、今まで引かなかったの何だったのよ、もうというわけで明日までカット、もう。はい、ただいま3月4日木曜日でございます。はい、というわけで今回も行きたいと思います。前回はねリバプールガチャひどいありさまだったわけですけれども、そのリバプールガチャをねやった後のこのサカツクスターズがねとんでもないことになりましたけれどもね、じゃあもうリバプールガチャは引かないと思うので、こっからはサカツクスターズがモリモリっていうそういう状況になっていただけるように期待して引いていきたいと思います。さ、頼むよ、昨日あんなんだったんだからさ、今回もさちょっといっぱい出てよ。はい、というわけで今日のねサッカー情報を一つ入れていきたいなと思うんですけどもね、まずは東京ヴェルディのサポーターでございます。去年までですね1年間、大久保嘉人という選手がね実はねヴェルディにいたんですけれどもね、はい、もう賢明な J リーグファンの方ならお分かりでしょう。開幕2試合で大久保嘉人選手がセレッソ大阪に移籍して2試合で3点。どういうことですかなんかほとんどスーパーゴールやんっていうさ。何あれ。
で、ヴェルディではね、あのゴール決めることができなかったんですけど、まあ、ヴェルディがちょっと特殊なね、まあ、同じサッカーを展開しているので、あのトップがゼロトップってやつなんですよね。2世フォワードなんて言われたりするんですけど、なのでね、結構中盤まで下がってきたりとか、いいところでね、ゴール前にいなかったりするポジションなんですよね。ちょっとかわいそうでしたね。だからまあ、ヴェルディにいた1年間、大久保嘉人選手がゴールできなかったっていうのもね、ちょっと複雑なフォーメーション、そしてサッカーだったっていうことがあるんですよね。やっぱ大久保嘉人は、点取り屋ですから、ね、何があってもペナルティーエリアの中からは出てはいけない。ゴール前にいないといけない人でしたね、やっぱりね。もうこればっかりはもう本当ごめんなさいと、ね、ヴェルディが悪くございましたと謝るしかないですね。はい、というわけで今回は大久保嘉人選手の話でした。明日までカットで出ねえのかい。はい、ただいま3月5日金曜日でございます。あと5分で別のゲームのライブ実況をする直前でございます。これきっと忘れちゃうって思ったんで、今もう大慌てで引きたいと思います。危ない危ない。ギャングのゲームをね、これからやらないといけないんでね。こっちを忘れちゃうと良くないからね。今やっておきたいと思います。終わったらすぐ寝ちゃうと思うからね。はい、というわけで今回のサッカー情報は、やはり、リバプール、ホーム5連敗、ね。こちらなんじゃないでしょうか。試合をね、ちょっとね、見る時間がないんでね、試合見てないんですけれども、まあ、リバプール対チェルシーなんですよね。で、チェルシーの方が逆に監督交代後調子がいいということで、やっぱりね、こう、そういうことになるもんなんですね。いや、そんなにね、こんなに急に成績が上がるとは思わなかったんだけどもね。で、まあ、ちょっとリバプールのメンバーを見てもね、あの攻撃陣に関しては元気いっぱいですけども、後ろの方がやっぱり厳しいですよね。ファビーニョってこれセンターバックやらされてんの今ね。これはちょっと確かに厳しいのかな。まあ、それだけじゃないのかもしれないですけど、やっぱりちょっとファンダイクがね、あの良すぎたよね平均以上の選手ですからね。あれがね、多分よくなかったんじゃないかなとは思いますよ。やっぱりカニバサミがね、一番まずかったんでしょうね、本当に。まあ、そうは言ってもホーム5連敗、ちょっとさすがに今のリバプールは重傷ではありますが、これでクロップがクビなんてことは絶対にやってはいけないと思うんでね。ね、ちょっとね、あの前の方がね、フィルミノ、マネ、サラーがちょっとなんかこう移籍の話がね、ちょっと出てるんですけども、あれが本当の移籍の話なのか、それともメディアが煽ってるだけなのか、ね、ちょっと仲違いをね、こうさせようとしてるんじゃないかなみたいな、ね、そういう風にも思えるんでね。まあ、リバプールもかわいそうだなと、そんな次第でございますよ。もうちょっとだけ成績悪くてもいいよというわけでね、そんな人の悪口をね言ってるとガチャに影響を及ぼすんじゃないのかな。はい、というわけで星5出ませんでした。というわけでまた明日まで加藤。顔の画像も出ねえな。なんか今日ちょっと差がつく、調子悪い。はい、ただいま3月6日土曜日、サカツクやっていきたいと思います。はい、じゃあいきますよ。ちょっとここ最近引いてませんからね、ちょっと行きたいですよね。先ほど、アーセナルの試合見終わりました。バーンリー対アーセナルね、まさかのまさか引き分けで終わるという、ね、ひどい結果になってしまいました。いやいやいや、試合見たんですけどもね、完全にアーセナルペースで試合が進んで、追加点も取れる、そういう試合だったんですが、1対0の時に、ゴール前でジャカが相手に当ててゴールしてしまうというね。まあ、解説の人も言ってたんですけどね、やっぱり後ろから追っかけられてる時にね、ジャカにパスしちゃいかんよね、あれね。うん、まあ、とはいえね、もうちょっとね、いくら利き足じゃないキックとはいえもうちょっと蹴り方あったんじゃないかなっていう気も、すくい上げてもいいんだからね。なんかもうちょっと選択肢あったような気もするんだよね、ジャガの方にも。いや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 、あれで勝てないですか。で、その後ね、もうアーセナルの、ね、パワープレイ気味に攻めたこともあったんですが、ね、ポストクロスバー当たりまくりというね、まあ、残念な結果になってしまいましたけれども、
相手の、ね、ハンドで、PK かっていうシーンがあったんですけども、故意じゃないっていうことでね、PK なかったんですけど、昔だったらあれ、PK ですよね。要は手を広げて守備してるところの手に当たってってのは、確か PK だったはずなんですけど、ちょっとルール変わったんですよね。やっぱりクロスに対してはさ、手を後ろに添えて対応しなきゃいけないんですけど、手をね、広げてたんですよね。あれに当たっても PK くれないっていうルールになんか変わっちゃったみたいですね。あんまりコロコロ変えてほしくないけれど。はい、というわけで、3回連続なしとなっております。また明日までカット。急に出なくなったな。はい、ただいま3月7日日曜日の分の坂つくやっていきたいと思います。これは自力ごとつは無理だね、ちょっと今日2体ぐらいねエレとか出てこないとちょっと厳しいかな。はい、じゃあいきます。はい、というわけで今日はね J2 だったのでサッカー情報はまた東京ヴェルディの話になりますが、第2節アジスタで行われたモンテリオ山形戦は敗れてしまいました。開幕あれだけね、なんかこう小気味よくテンポよくサッカーができたかなと思ったらね、わずかね2試合目でいつものいつものうちに戻りましたという、そういう試合でした。いや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 、まあそんなもんですかね。まあ監督がねもう3年目になるのでね、ちょっとね不安定な試合ってのはなるべく減らしていただきたいところなんですが、ね、不安定感満載でお送りしましたよと。まあでもね、なかなかね、うちには今までこうヴェルディユース出身者がね、多く試合に出てることが多かったんですけれども、ちょっと大卒ルーキーとかね、まあ、よそ様から取った選手とかもね、ちゃんと活躍してたのでね、ちょっと自分の、ね、色は出せたんじゃないかなとは思うんですけれどもね。まあね、決定的なチャンスっていうほどの決定的チャンスもね、ちょっと少なかったもんでね。いやー、やられちゃいましたよ。まあでも、今のね、ヴェルディは、正直言うと先制点取られたらもうあたふたしちゃうんでね。先制点がね、ほんとコーナーキック1本だったんで、そっから先、なんか流れ全部持っていかれちゃったんでね。やっぱり、先制点ってのはね、我々のような、おーい、来ましたよ、おい。誰ですか？バンビーノ・デ・ウォロ。ロゼイ。3体ぐらいいるかな。まあもったいないけどな、1突2突アイテムを使えばいける。おーっと2体来たね、これはね。あー、まあそういう風に固め取りする感じ。ミクリアも1突2突アイテムがあれば嫌だ、使うのもったいなくねそれはもったいないのよ。まあでも2体出たか、なんか今までの取り戻した感じはありますけれどもね。まあちょっとヴェルディが勝てなかったっていうことでね、ちょっと慰めに、ね、なってくれたんじゃないでしょうか。さあ明日までカット、まあ、まだねレジェマの分があるからね。はい、ただいま3月8日月曜日の差がつくいきたいと思います。はい、スタート。まあ、今週の土日のどちらかでこの差がつく後編お伝えすることになるんじゃないかなと思います。さあ全部でねどれぐらい手に入るんでしょうかね。はい、というわけで今回もね、見事にサッカーの情報はありませんけれどもやっていきたいと思いますよ。ただね、今ね、ちょっとね、胴ハゲがやっぱりまたなくなってきちゃったんだよね。この、サカツクスターズだけじゃなくて、この間のね、ジェラード引きの時にね、まあ、なんだかんだ4体は引いているので、50連でね。全部で5体は引いたんだから、まあ、悪くはなかったんだろうけれどもね。意中の相手が出なかったっていうだけでね。で、またね、そういうのにね、星さんのね、スキルを移植させようと思って、はい、ありがとう。いや、ミクリアか、ここごとでもな、なんかあんまり美味しくないな。まあまあでも来ていただいただけありがたいということでね。
でまたね、ここら辺の星3、星4を売らなきゃいけないんでね、そこもまた忙しいですね。まあでもね、それでゴールドコインが手に入るんですから、まあ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 我慢しましょうよ。はい、というわけで今回はミクリアゲット、まあ出ないよりかは出た方がいい。じゃあまた明日まで。加藤、もうネタがなかったんよね今日は。はい、というわけで3月9日火曜日のサガツクいきたいと思います。はい、というわけであと20連ってところかな。はい、というわけでね、今回のサッカー情報はなんとドイツ代表監督のレーブがですね、いよいよ今回のユーロかな、ユーロで退任ということで、ワールドカップまで持たず、ちょっとね、ここ最近だれてきちゃったかなっていう感じはしますよね、やっぱりね。でもね、なんだか、おーっと、ジャパニーズボンバー。そういえばあなた、なかなか引かなかったね。はい、川本大西家。例えば前に出た川本鬼茂いまいちだから、こっちに足しちゃってもいいのかな。それで強引にごとつっていう手もあるっちゃあるんだよな。数字はそっちの方が上なのかな。はい、というわけでね、まあレーブ監督に関しては残念ながらやっぱりトップ下にね、あの選手がいないからなんじゃないかなっていうのがね、私の個人的な意見ではございますけれどもね。そもそもレーブ監督のね、ドイツ代表、やっぱりセンセーショナルだったのはやっぱりエジルですよね。急に現れた謎の10番、ワールドカップを席巻しましたね。マグモを初めて見て、なんだこれはと、まあ、ドイツらしくない選手だなっていうのは、ちょっと思ったんですよね、やっぱりね。あんなにね、スルーパッサーなドイツ人っていうのは、なんか思いつかないですもんね、やっぱりね。まあ、確かにスルーパスが得意な選手はいたんですけどもね。まあ、エッフェンベルクあたりは得意だったかもしれないんですけども、そうは言ってもあのガタイがありましたからね。だからね、なんかスルーパッサーっていうイメージよりかはアタッカーのイメージの方がやっぱりちょっと強いかな、ね、というわけで、ちゃんと喋れるのは多分今日まで、おそらく明日もまだ午前中に残り10連がやれるんですが、おそらく通勤中声を潜めてやることになると思うので、ね、なかなか満足に喋ることはできないと思いますけれども、一応ラスト10連となっております。どこかの動画に混ざる、あ、それは無理か、土日かな、土日にお送りしたいと思います。じゃあ明日まで。加藤、はい、というわけで最後のサカツクのガチャいきたいと思います。はい、いつものように通勤時間でございます。音出してるのも恥ずかしい。はい、じゃあサクサクいきます。声と入ってるかな、声が入ってないかもしれないよね。だから聞きながら締めの挨拶いきたいと思います。今回の動画良かったという方はコメント、高評価、チャンネル登録していただけますとマグの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。はい、もうあとは引くだけ。最後にね、ちょっと有終の美を飾りたい。引いてほしいな。家にもんかね。幸い今は近場に小学生がいません。いいタイミングです。関係ねえのかな、これ。ちゃんと来たじゃん。稲村瑞希、ごとつは無理だけどな、アイテム使えばできるな、これ。鬼しげが良かったなんつってな。はい、というわけでこれで、今回の動画をおしまい。
全部で何体取ったかはね、またいつものように左側の字幕で表示したいと思います。ではでは、今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。